鈴なりの村田明彦です。煮豚丼をご紹介いたします。はい、それでは煮豚丼を作っていきます。で、今回の煮豚丼は少し甘辛く炊くんですけども、初めにこう油っ気とかそういうのを取るために戻します。こう結構油が多いんで、で両面ちょっと焼き色がつくように焼いていきます。で、この一体こう水とお酒、あとは香味野菜みたいなのを使って茹でこぼすんですけども、それをすることによって変な臭みが取れたりとかします。このままかば焼きみたいにやるよりはすごくあっさり食べれるし美味しいと思います。で、結構しっかりめに焼き色をつけた方が美味しいと思います。分厚いお肉の方がいいですけど、厚すぎると戻るのも遅いし、味の辛みもそんなに絡みづらいというか染み込まないです。なのでこのぐらいの厚さがちょうどいいのかもしれないですね。だいたい1センチないぐらいの太さに切るといいかもしれないです。結構油が出るんで取りながらやっていくといいかな。で、このぐらい焼き色がついたら一度ちょっと火を止めて、ネギの青い部分、ニンニク、で生姜、これを入れて、ここにお酒です、お水。今液体が 600cc 入ってるんですけども、半分の 300cc ぐらいになるぐらいまで煮詰めればちょうどいいかなと思います。はい、それで10分ほど沸かして戻しましたので、豚肉だけ取り外します。このニンニクとか生姜とかは一緒にくっついちゃってても全然構わないので、ネギの頭だけはちょっと外してます。この汁を一回こします。そうしましたら、ここに 100cc 戻します。煮汁が旨味がいっぱいなので。で、100cc ほど戻します。で、このものはちょっと取っといてください。後でね、味の調整なんかにも使えますので。そうしましたら、ここにみりん。お砂糖、お醤油です。で、一回この合わせた時点で味のバランスを確認してください。よし。で、これ豚を戻します。この分厚い豚だと本当に柔らかく戻せば美味しいんですけども、やっぱそれなりに時間がかかるので、今回こう薄切りで丼仕立てにしました。このままおつまみというかおかずとしても全然美味しく食べれるので、これも常備できるおかずになります。で、これを煮詰めていきます。照りが出るぐらいまで炊いた方が美味しそうですよね。で、こんな感じに煮詰まったら完成ですね。あとは持ってきます。で、ここで茹でたもやしですね。結構塩味の強い丼なので、ちょっとこうやって茹でたもやしでも置いとくと味が調整できます。で、お肉ですね。
これもまあ上に乗っける薬味は何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、ちょっと白髪ネギなんかが結構合うので、白髪ネギで、ちょっと貝割れなんかもこうさっぱりして美味しい。あと彩りもいいので貝割れは使うのをおすすめします。で少しごまを振って一味を少々で、海苔が結構合うのでちょっとパラパラ振っちゃいます。こちらで完成です。